2種類のユニットからなるユニット折り紙です。右のユニットで穴のある変形立方体を作り、左のユニットで穴を塞ぎます。紙の大きさは 15cm×7.5cm が12枚、 7.5cm×7.5cm が8枚です。それではピースの折り方を解説します。まずはメインとなるユニットの折り方です。 15cm×7.5cm の折り紙を使います。半分に折ります。さらに半分のところで折り筋をつけます。角を折り筋に合わせて折ります。三角形の頂点が折り筋と一致しているか確認します。裏返します。縁を中心の線に合わせて折ります。裏返します。半分に折ります。縁を折り筋に合わせて折ります。縁を折り筋に合わせて折ります。縁を折り筋に合わせて折ります。縁に合わせております。折ったところを戻して、半分の角度で折ります。反対側も同じように折ります。ついている折り筋で折ります。
裏返して、縁を垂直に折ります。反対側も同じように折ります。角を少し折ります。基準はありません。同じものを12個作ります。次は2ユニットの作り方です。 7.5cm×7.5cm の折り紙を使います。半分のところで折り筋をつけます。反対側にも同じように折り筋をつけます。さらに半分に折って折り筋をつけます。真ん中のところから角を折り筋に合わせて折ります。縁のところで角を折ります。角を下の縁に合わせて折ります。縁と折り筋を合わせて折ります。反対側も同じように折ります。同じものを8個作ります。組み立て方、まず細長い方のユニットだけで組みます。45度の部分があるので、4つ組んで正方形を作ります。外れやすいので、少しずつ直しながら組みます。内側と外側のユニットの折り筋の位置を合わせて噛み合わせます。同じように4つ組んで正方形を作ります。
後、同じようにして組んでいきます。2ユニットを隙間に差し込みます。
8個差し込んだら出来上がりです。